ご視聴ありがとうございます。静かなる防衛です。 F3 戦闘機でも採用するのか。 F35 ステルス戦闘機で使われる後方支援システムアリスに今難題が。後方支援システムアリス、略してアリスです。オートマティックロジスティックスインフォーメーションシステム。少し英語の発音がおかしいですが、略してアリスと呼ばれるシステムがあります。 F35 には自己診断機能がついています。訓練を終え、訓練から戻ってくると自己診断し、自分の機体の悪い部分、交換する部分などを自動で教えてくれるシステムです。これとアリスがデータリンクすることにより、部品の発注、書類、などを自動で後方支援してくれるはずだったんですが、今のところなかなかうまく起動していません。この後方支援システムアリスが完璧になれば、必要な部品をすぐさま送り、部品を発注する、という人が関与せずに部品発注ができるシステムが出来上がります。 F35 機体には自己診断システム、その自己診断システムにも少し不具合があり、うまく機能していないのも事実です。何より隊員自ら手動で入力しないといけないという状況になっており、その入力ミスや入力漏れなどもシステムがうまくいかない状況にあると考えられます。アリスが発注したデータも、まあ、ミスの一つにもよるんですが、アリスシステムが完璧でないということから、
防省は本気でアリスネクストと名付けられた次世代アリスを開発するのに本気を出しています。しかしきちんとできるかどうかはやはり予算次第だと思います。F3 には F3、F35 にはデータリンクの機能があり、他の機体ともつながっています。ついこの間日本で F35A ステルス戦闘機が墜落した事案もこのデータリンクにより大まかな詳細は分かってると思われます。機密情報が多いため表には出ませんが、データリンク機能は全てにおいて共有化されています。アメリカで F35B が墜落した事案も あれはエンジンの配管が原因だと言われています。その時は F35B の飛行を止めています。アリスを参考に F3 戦闘機、日本が開発する F3 戦闘機でも後方支援システムは必要になってきます。もうすでに計画段階に入っている状態でしょう。ですが F3 に関してはいろいろと言われる部分があるので、確実なところは日本主導で開発するというところまでしか示されていません。 F3 戦闘機、でも2タイプ、必要になってくるでしょう。エンジンは IHI が防衛省に今納入しています。他の機体部分、塗料、レーダー、さまざまな分野で日本主導に
開発は進められます。今現在、アリスが本格的に稼働すれば、F-35 の運用はかなり便利になるものでしょう。それに、面倒な手続きや書類など省ける部分も多くなります。少子化の時代、やはりこういうアリスみたいな後方支援システムが必要になってくると思います。ご視聴ありがとうございます。